ソニーの金沢です。本日は Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision という論文について発表いたします。よろしくお願いします。こちらの論文は今年2021年1月に OpenAI から発表されたマルチモーダルな画像分類モデル CRIP を提案する論文となっています。まず論文の概要です。本論文では様々なデータセットに対してゼロショットで推論が可能な自然言語を今日調べるとした画像分類モデル、クリップの提案を行っています。今回の貢献を2つに分けると、1つ目としては、ウェブから収集した大規模のデータセット、ウェブイメージテキストを構築して学習に利用したこと。2つ目としては、そのデータを用いた学習によって、特定のデータセットに過度にフィッティングしない汎用性の高いモデルの構築、をし従来の教師あり学習に匹敵する分類精度を達成したということになります。それではこれら4点について 本論の部分について簡潔に説明します。まず取り組んだ問題についてです。画像処理分野における最も大きな問題の一つとしてデータセットに関する問題が挙げられます。特にデータセット作成時のアノテーション作業は多くの人の手によってラベル付けをする必要があり、非常に大きなコストがかかってしまいます。また、そのようにして作成されたデータセットで機械学習モデルの学習を行ったとしても、データセットとしてあらかじめクラス数が決まっており、学習時には遭遇しなかったデータに対する性能が大きく落ちてしまいます。例えば、この例のように、大きなコストをかけて動物のラベル付けを行ったデータに対しても、もし、トラというラベルがデータセットに存在しなければ、推論時にこのようなデータに対応できない、もしくは精度が下がってしまうという問題があります。そこで今回のクリップでは、大量の画像とテキストのペアを収集して、データセットに依存しない幅広いラベルを学習することで解決を図っています。次にクリップがすでに使用されている研究について紹介します。まずはこちらのダリーですが、クリップと同時に今年 OpenAI から発表されました。任意のテキストを入力して、その内容に合わせた画像を生成するというものですが、こちらのように例えばアボカド型の椅子という実世界にあまり存在しないような画像についても生成することができます。こちらにおけるクリップの役割としましては、ダリーモデルが生成した512個の画像のうち、テキストとの類似度が最も高い順にランク付けを行って、その上位32個を抽出して、実際に出力するというふうに用いられています。また次にスタイルクリップが挙げられます。こちらはテキストによる生成画像や実画像の操作を可能にしたものになっています。具体的にはスタイルギャン、学習済みのスタイルギャンと学習済みのクリップを用いてテキストを用いた直感的なインターフェースで画像操作が可能になったというものです。例えばこちらの虎の画像に対してライオンというテキストで操作を加えるとこちらのようにライオンの顔に変更された画像が出力されるというものになっています。このようにしてクリップがすでにも使用されている例がいくらでもたくさんすでに発表されています。続きまして今回の提案手法クリップについて説明します。まずクリップの学習に使用するデータはインターネット上から4個の画像テキストのペアをデータセットとして構築されたはウェブイメージテキストを使用しています。ウィキペディアで100回以上出現するワードについて検索を行って収集されたとなっています。また、モデルの概要図はこちらになっています。左が学習時、右がゼロショットでの推論時を表しています。それではこれらの図について説明していきます。クリップの学習に使用されるモデルは非常にシンプルで、主にテキストエンコーダーとイメージエンコーダーの2つからなっています。テキストのエンコーダーには6300万ものパラメータを持つトランスフォーマーが使用されていて、画像のエンコーダーとしてはビジョントランスフォーマーが使用されています。ビジョントランスフォーマーとは CNN を用いずに画像をパッチごとに分割してトランスフォーマーで処理を行うというモデルです。オリジナルのビジョントランスフォーマーとは少し違って、トランスフォーマーレイヤーの前にレイヤーのルーム層が追加されるなどの操作が今回このクリップではなされています。それでは学習の順番について論文に掲載されている疑似コードを用いて説明します。まず最初の2行で画像のエンコーダー、テキストのエンコーダーを使ってそれぞれをエンコードしています。
そしてエンコードされた各埋め込み表現に行列をかけてサイズを整えています。次に画像テキストの埋め込み表現をこの2つのベクトルの内積を計算して、それをロジットとしています。そして計算、損失を計算するのですが、ラベルは0から n-1 までの数字を並べたものを設定して、ロス i は画像の損失で、ロス t はテキストの損失になっています。こちらですね。で、ロス i は行方向にクロスエントロピー誤差を計算して、ロス t は縦方向に損失を計算しています。図の青の部分の対角成分が正しい組み合わせになっているので、例えば1番目の画像であれば、正解ラベルは1となって、それらを正解ラベルとして、両方向にクロスエントロピー誤差を計算します。同様にして、2番目のテキストであれば、2番目の行を正解ラベルとして、2番目の列方向にクロスエントロピー誤差を計算して、図の対角成分について、まあ、誤差を計算していきます。そして最終的に、ロス i とロス t の平均をとって、この平均の最小化を行うことで学習を行っています。続いて、推論時について説明いたします。まず、ラベルに対してプロンプトエンジニアリングという操作を行います。プロンプトエンジニアリングとは、予測の際に正解ラベルを例えばそのままドックとするのではなくて、フォトオブはドックという形にして、コンテクストプロンプトを制作するものになっています。このようにすることで事前学習と推論時のラベルが近くなって精度の改善が見られるということです。そして最終的にそれぞれテキストと画像をエンコードして類似度が最も高いものをラベルとして選択し、それがこの画像のラベルとして出力されるという、推論時の流れになっています。続いて定量的評価を行います。まず、ゼロショットトランスファーにおける性能を比較するため、ビジュアル N グラムズとの比較を行います。ここで言うゼロショットとは、学習していないカテゴリーを分類するのではなくて、初めて見るデータセットに対して分類をすることを指しています。ビジュアル N グラムも、ウェブ上のデータを収集して学習したゼロショット用のモデルになっています。テストに使用するデータセットはこちらの3つになっていて、iFoo、ImageNet、SAN という3つ。を使用しています。これら3つを使用した結果としてこの表の結果が得られました。当然ビジュアル N グラムもクリップもこれらのデータセットで学習は行っていませんが、特にイメージネットに関しましてはクリップが 76.2% というようにビジュアル N グラムズの 11.5% をはるかに上回る精度が得られたということになっています。続きまして、クリップと各データセットで学習されたレズネット50のパフォーマンスを比較しています。レズネット50はイメージネットで学習されており、各データセットの画像の特徴量を求め、その特徴量に応じてロジスティック回帰モデルによって教師ラベルを使ってファインチューニングしています。クリップの精度からレズネット50の推論結果の精度を引いた数値がこちらの図に載っています。つまり、クリップの精度がより高くて、レズネットの精度と差が開いている場合に、この図は右に伸びて、対してクリップの精度が低い場合に、この帯が左に伸びるという図になっています。はい、このようにデータセットによってパフォーマンスの差が非常に大きいということが分かりました。これのパフォーマンスの差に対して、この論文では以下のような考察が述べられています。例えば、精度が高かった、クリップにおいて精度が高いと認められたデータセット、Kinetics700 や UCF101 などに対しては、これらは動画から切り抜いた画像に動詞がラベル付けされたデータセットになっているので、自然言語によるラベルデータを用いたクリップの方が、名詞ベースのラベルデータを用いたイメージネットよりも精度が高くなっているんじゃないかという考察が述べられていました。対して、精度が悪かった、パッチカメレオンなどのデータセットに対しては、これらは、衛星画像や医療系など、非常に専門性が高くて、一般性が低い画像のデータセットであるとして、クリップが学習時に遭遇しなかった、かつ、実世界の人間に対しても、専門性がなければ解けないような分類なんじゃないかということで、クリップの精度が低いという
分析が行われていました。最後に定性的評価をこちらに掲載します。サイファー10やイメージネット、キネティクス100、MNIST の結果をこちらに掲載しましたが、サイファー10のような画像が荒いデータセットに対しても非常に高い精度、アフォトオブバードが一番高くなっていたりとか、先ほども説明したように、キネティクス100のような動詞がラベル付けされたデータセットに対しても、このダンスの画像ですね。非常にこのダンスのラベルが高いという結果が、クリップで得られていることが分かりました。まとめになります。今回の論文では、ゼロショットで推論が可能な自然言語を強調ラベルとした画像分離モデル、クリップの提案を行っていました。ウェブ側収集した大規模なデータセット、ウェブイメージテキストによって、特定なデータセットに過度にフィッティングしない汎用性の高いモデルの構築に成功したということがこの論文で説明されていました。はい、こちらで以上になります。ありがとうございました。